伊外、異界勝三郎は、幕末の一橋家家臣。徳川義信に故障、側用人として仕えた。伊外家は、代々徳川家直臣の家柄で、勝三郎は、校歌三年十一月、一橋屋月五将となり、翌校歌四年、徳川義信が、一橋家を相続するに及び、幕名により義信月の故障となった。安政四年より、番所調べ書にて乱学を学んだ。 文久2年将軍貢献職に就任した吉信は上京し、以後は京都を拠点に活動するが、議会もこれに従った。文久3年より初、書院番頭、元治元年より、物頭屋献金となり、さらに、槍剣隊、大砲隊長をも兼ねた。元治元年7月19日の金門の編では、吉信の側近くで奮戦し、編後に褒章として、銀30枚を下された。 また同年、武田幸運祭ら三戸藩天狗党の残党が、精神したのを受け、直命を受けた吉信は12月に、京都を出陣するが、以下はその中軍として、飯田立郎と共に、将棋隊、大砲隊を率いた。吉信の将軍就任後は、江戸へ戻り、一橋家付き用人となった。明治維新後も、一橋家に残ったが、明治4年、東京府の達しにより、 高知藩雇といとなり、北海道へ赴任、植産事業に従事した。翌明治5年札幌にて開拓し建築御用係となり、各地へ転住し、明治6年分かり無家間となった。その後は、函館に居住した。なお、維新後は、実名の生ためを称した。渋沢栄一が吉信の電気編纂のために、吉信本人も招いて主催した、関会にも名を連ねている。 ありがとうございます。